ピナベサイト2匹目結構遠距離戦。おはようございます、釣り子 TV です。本日の動画はですね、ちょっとね、初めての釣り方で釣れたよっていうことで、まあこれはね20メタニウムなんですけども、それとね、これ先日ね買った新しく出たボトムアップのビーブルの2分の1オンス、これでねスピナベサイトね、この釣りっていうのを試してきてみたので、どうぞご覧ください。スピラベサイト食うけど竿柔らかすぎ疑惑が。沈めるだけっすよ。むずいけど面白い、ね、そこに今ミエバスがいて、あもうさすがに釣れちゃった。思わずふわっと食っちゃうんだね。いやー、あんな、あーそっか、これだとちょっと竿柔らかい。この2分の1がしっかり、ちょっとここめんどくさがってる場合じゃないな。これ竿戻そう。スピナベサイトいけるかもよ。やべえ、ワームやっても何やってもダメだったやつが釣れるようになるかも。うわー、スピナベサイトか、これ面白いな。今2回食ったよ。でっかいバスがたまーに来るからね。うわー、入れ方とかもっとブログとかでちゃんと勉強しておけばよかった。今はなんかもう角度も何も考えずに、とにかくバスの目の前でふわーっと落としてったら、ふんって嫌がって逃げるのかなーと思ったら、おーってこう追いかけてって、そんでもってハムハムしたんですよね。そんな、そういう感じ。スピナベサイト練習中、今ミエバスがいるんで、ひたすらいい角度でいかないかやってみております。いやー、そこにね見えてて、口の前に行くとね、たまにふわっと口開くんですよ。これ釣れちゃうんじゃないの？うわー、そういうことか。うわ、超面白い。通す角度が違うと全然食わない。
邪魔するじゃん。さっきなんかのトレーラーフックについていたこのシリコンチューブをかぶせる、はい、かぶせた。で、これをもうちょっと見えてるところにふわっとしか落とさないからトリプルフックで OK でしょうっていうことで、お、スピナベサイトスペシャル的な、なんかよくわかんないけど、これでどうよ。あとは捕食場に奴らがたまに待ってると何分かに一度な入ってくんだよな。来んじゃねこれ。今置いてるの食いに行ったよ。どういうこと？どういう、なんかすげえ興味津々なんだけど。トレーラーフックつけて、おお、でっけー、よっしゃー、初、こういう感じなんだ、イエーイ、やったー、初スピナベサイト成功で、ゴンブト結構いいバスでしょう。はあ、こうやって食うんだ。ちょっとね、これは久しぶりにいい感じじゃないんですか。やったぜ、ね、いやールアーはね、ビーブルこの前買った2分の1新しく出たサイズだね。これで何回もね、食いそうで食わない、食いそうで食わないっていうのをやっていて、そんでもってこれは、よいしょ、はい、ビーブルと、あー、なんかいいサイズのバスで、タックルはね、こんな感じで新しいメタニウム活躍しておりますよ。じゃあ逃がします。はい、サイズは45センチほど、メタニウムとビーブル1/2。じゃあ逃がしてあげます。イエーイ。はい、というわけで帰ってきました。これね、ちょっと、まあ、スピナーベイトの釣りっていうのは好きでね、ちょいちょいやっていたんですけども、よく雑誌とかね、いろんな記事とかで見かけるスピナベサイト、スピナベサイトってね、あれなんだろうなっていう、そんな感じで釣れんのっていうね、サイトでとかね、全然ピンときていなかったんですけども、このスモーキンシャッドって色効くよなんていうのをね、記事で読んで、それで2分の1が発売された時にね、あ、スモーキンシャッドって1個持ってないから買ってみようなんていう風にね、思って買って、で、ちょっとね、見えバスがクリアアップして、うようよしている状態だったので、ちょっと試してみたところ。で、この日はね、半日ぐらい釣りしていたんですけど、前回行った時はもうミノーで入れ食いみたいなポイントだったんですけども、ワームを使ってもミノーを使っても何やってもとにかくもう食わない。ね。すんごい擦れちゃってて、これマジ本当坊主かなっていうのを覚悟したんですけども、その時にね、ふと、あ、そういえばこれどんな動きなんだろうって思って、放ってみたところで、めちゃくちゃ
ね、魚の寄りがいいというか、ちょっと遠目を通していると全然、ぷいって感じでね、見向きもしないんですけども、スピナベサイトって口元まで、すごいタイトにキャストしてスーって持っていくって言ってたよなって思って試したところ、途端にこうね、魚の反応が変わってですね、でもね、通し方を間違えたり、あとは興味のないやつに投げても全然反応しないんですけども、めちゃくちゃね、いい角度でそのちょっと気持ちが入ってる魚に投げると、あ、本当だ、マグネットバイトだって、吸い付くようにね、スーッて近寄っていくんですよね、っていうことで、試してみてね、そんで魚も釣ることができたんですけども、肝となったのが、まあちょっとね、これはね、まあ、買ったばっかりだから使ってみようと思ってね、これは二重のメタニウムですけども使って、まあ本当ラインが浮き上がりづらいっていうか、スーッと低弾道で気持ちよく投げることができるリールだよって、ここら辺の重さがなんかバッチリ使えるよっていうリールだよっていうことで、本当ね、静かに、やっぱりね、ミスキャストしてポチャーンってやるとね、食わないんですよね。ちょっとバスがいて、バスのちょっと後ろにシュー、スパチョン、スパチョンって感じで気持ちよく入って、でクリクリクリって巻き出して、その斜め45度でこうバスのそばを通していくなんてね、雑誌とかに書いてありましたけども、まあキャストがうまく決まることがまず第一なのかなっていうところで、この出たばっかりのメタニウムはね、使いやすかったなっていうところで、ただ、問題点はね、スピナベサイトは、こっち利き、右利きの人は、右手投げで左巻きでこうね、こっち側でやるのがベストだよね。そのキャストして至近距離から振って細かいコントロールをするのに、こう多分リールをこう持ち替えてやるよりもね、自分の場合右利きなんで、右巻きだとこう右手で投げて左手に持ち替えて巻き出すから、この一瞬のタイムラグが致命傷になるよみたいなことで、こっち巻き推奨なんですよね。ってことはメタニウムに関して言ったら、まあ5月の発売を待つってね、こういうことになってくると思うんですけども、あとはやってみて自分なりの感想としてではギア比は早い方がいいかなってね、これは6.2 対1ってね、一番このメタニウムの中ではローギアのモデルなんですけども、投げてで、そのあこいつ反応しないって言ったら、もうそれは見切って次のところに行くためにすぐに回収したいんですよね。そのなんだろう、ピナベサイト特有の食わせのレンジが終わったらもうすぐに回収して次のキャストに気持ちよく移りたいっていうことで、そういった意味では XG とかのハイギアでいいのかな。で、魚は見えている体でやるので、なんていうかな、巻くのはこう見ながらなんで、ゆっくりに気持ちの上でもコントロールしやすいと思うんですよね。見えてるんで、あこれじゃ早すぎるって言ったら自然とこうリールを巻く手はゆっくりになってくると思うので、そういった意味では、まあ、メタニウムで言ったら今後出る5月発売の、それでもって、ハイギアのモデルがやりやすいんではないかなって、こっちでね、こう全然真逆の比較的ローギアだし、右巻きだしって考えるとね、それはちょっと感じました。ラインに関しては、どうなんだろう、捕捉したら食うのかな、どうなのかなってのは気になるんですけども、今これとりあえずフロロマイスターの14ポンド入れていて、で一番最初衝撃的だった記事が、河村幸太郎さんが亀山ダムに行って、でレンタルボートでね50アップ複数匹含むね、すごい爆釣していて、全部スピナベサイトっていうね、それがすごい記憶に残ってるんですけども、そういった意味ではでかいバスをマグネットバイトさせる釣りということで、まあ、ちょっと太めの糸入れといた方がいいのかなね。これ14ポンドですけども、本当に50アップとかが見つけられてね、積極的に仕掛けていけるんだったら、まあ、16ポンドとかの方がいいかなね。
で、あとはね、一つ感じたのは、これね、今回2分の1オンスが出て、2分の1オンスで、試してみたんですけども、8分の3オンスでやりたいな。やっぱね、沈んでいくのが2分の1オンスの分、ちょっと早めなので、まあ、ちょっと勝負は早いんですけどね、ただその、バスのそばを通した時に、バスが、パクンって食う感じの釣りなんですね。こう入れたら風を追っかけてってマグネットバイトガンっていう。でその時に2分の1だとああいう浅いところでやるとすぐこうねそこについちゃうから、これはね8分の3オンスでやりたいななんていうのを、感じました。ただねそれで着底しちゃうじゃないですか。着底しちゃったやつもなんかハムハムこうやってこの日のバスは食いに来てましたね。よっぽどこの色とこのね雰囲気が好きなのか、いやちょっとねワームとかねすごいリアルな脳進化ワームとかも見切るような状況のバスがこんなわけのわからない塊をわざわざ追っかけてってそこでこうもうペタンって倒れちゃってるので、それをついばみに行くってこれすげえなって、もう完全にスイッチが入っちゃってるんだなっていうのは、感じました。でね、まあそういった時に例えばどうなんだろう、ボトムアップのこのビーブルに去年はねジーニアスプロジェクトのプラスブレードってのつけてね、それねプラスブレードつけるとこうスピナベが立つんですよね。こうああやって追わしてあげくスピナベがこう立っていたらよりバイトさせやすいんじゃないかななんていうのを感じたので、今後ねちょっとああやっていろいろ見て試せるチャンスがあったらプラスブレード付きもあれもすぐね付け替えできるんでやってみようかななんていうのを感じたのと、あとはね肝のところはねこれトレーラーフックね、最初トレーラーフックなしで、まあ、こんな状態のねやつでキュ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 とねコンパクトに投げてやっていたんですけども、これでねもう明らかにブラックバスが口をバッて開いてね、あ今吸い込んだなってタイミングでこう何回かうわ食ったってねミスをね何回か繰り返したんですよね。で従来のシングルフック持ってなくて、でたまたま他のルアーについていた、これはねパルスコットジュニアについていたから流儀の、フェザーフックだと思うんですけども、あこれあったなと思って、でこれにねこれねシリコンチューブねこれをつけて、外れないようにして、で基本の時はねこれで投げてねで根がからないようにサーチしていって、でできれば一発で決めた方がいいっていう風に書かれてたんですけども、まあ一発で決まんなかった時とかね、あいつ絶対食うなって、ここ周りの状況も根がかりとかないなってなった時にこれをね忍ばしてあいたこれを、まあ、シリコンチューブなんでこうすぐピッてねこうやってつけるだけなんですけどもね、この状態にして吸い込ませる、これでピッとつけてチャッと投げてひゃーかかっちゃう、これね結構ねすごい便利だったなと思って、まあちょっとね追加でこのトリプルフックは買って、でパルスコットに戻そうかなと思うんですけど、これね可動の範囲もこう、狭められるし、このシリコンチューブがこれスプリットリングがついてるんですけどね、であんまりカチャカチャ動かないようになるので、スピナベーサイトの釣りにおいてはトレーラー服こういうセッティングいかがですかっていうことで、よりこう沈んでいくのにこう食わせるから、トレーラーフックが立ってるこういうシリコンチューブ使いのセッティングっていうのは一ついいんじゃないかな、プラプラしてるやつよりね、なんていうのはね使ってみて感じました。実際にねこのトレーラーフックのすごい端っこに鬼がかりしていたんで、こっちには結局ね一回もかけれなかったんで、トレーラーフック重要だな、でどういうトレーラーフック使うかも重要だななんていうのは、ちょっと感じました。でまあ2分の1ねちょっとね、使いづらい、まあ重くて早く沈むなんていうのはあったんですけど、でも2分の1だからっていうバイトも一つね、得ることができたんで、こちらの動画をご覧ください。これ癖になんな、
だろう。なんだろう。ビーブルすげえなあ。あとね、メタニウムがこう入れたいとこに今までよりなんか軽い力でスポッて入ってくれるってのも多分一つは、こうバスが見えて、結構ね思い通りのところにね実は入れられるっていう感じも一つポイントなんじゃないかなと。うわあ、嫌がるな。嫌がるやつは嫌がるんだけど、嫌がんないやつは嫌がんないって、まあ、そのままなんだけど。あ、またなんかあれ絶対餌探してるバスじゃねえの。鯉かな、鯉だな。なるほどな、しのこの考えずにとりあえずスピナベを投げてみればいいんだな。あれ超釣れそうなところに、これサイトできねえかな。食った。スピナベサイトに引き目、結構遠距離線。あー釣れっかな。このままいっちゃえ、このままいっちゃえ。あーバレた。いやすごい遠くでねバスが見えたんで、遠距離でやってみましたが、かかったね。まあでもなんかちょっと、なんかちょっとつかめそう。いやもう帰んないと。いや超楽しいな、スピナベサイトって。たまたまかな。はい、というわけでバラしちゃったんですけども、食わせるところまでは行ったっていうね。まあそこでこれとこれね、2分の1のちょっと重めのスピナベと、飛びが良くてコントロールがつけやすい、まあ、最新のベイトリール、この組み合わせで結構遠くにね、濃いかもしんないけどあれバスだったらっていうやつがね、キチギワを向いてるのを見つけたんですよね。で結構遠めなんです。もちろんワームなんかじゃノーシンカーとかだったら届かないんですけども、この組み合わせ2分の1と飛びのいいね、ベイトリールだからスコーンと投げてね、でそれでウィリウリって巻いてきたらね、おーってこうねバスがねガンガンってね追っかけてって食って、よっしゃ食ったなっていうのがあったんですよ。あれの時もねトレーラー服はつけていたのと、それとまあ2分の1オンス特有の飛び、これがね役に立ったななんていうのをねすごい感じたんで、であとはロッドに関してはロデオクラフトのですね17ポンドクラスってね、ホワイトウルフのね、まあ普段まあそれこそブルフラットの、釣りなんかでも使うようなちょっと張りのある竿、これを、使ってみたんですけど、最初ミノー用のねノリのいいね竿でやってたんですけども、それだとね竿がグイって先に、まあ、2分の1っていうのもあるんですけど曲がっちゃって、なんか瞬間的なこうバスが口をハッてね吸い込んだ瞬間の合わせが入らないなーなんて思って、で持って行っていたねロデオクラフトの張りのあるねホワイトウルフ17ポンドに変えたんですけども、それでねなんとかかけることができたので、まあそこら辺も使いやすかったなってねいうのを感じておりまして、というわけでまあねこの2分の1オンスもやっぱいるんだなっていうのはね、ああいうまあ実際に釣れてもいるし、8分の3はまた生産されて出てきたら買えばいいやと思って、今ねビーブルねいろんな釣り具屋さんで結構ね色も選べて並んでいるタイミングなので、はい、見つかってきちゃいましたもっとね10個ぐらい買いたいぐらいなんですけどね、ほんとこれ釣りのトーナメントなんかでも活躍しそうな、釣り方なのでね、亀山とかスレッカラシのね、ところとか、あとはトズラッパラとか、まあ高滝豊房
ね、三島とね、似たような状況のところっていくつか思い当たる節があるので、まあそんな時にね、抜群の状態で、超巨大バス見つけたら投げたいなと思って、これ全部2分の1 ね。で、全部、スモーキンシャット、まあスモーク系のカラーがいいよっていうことなんで、まあ例えばスティーズスピナーベイトであるとか、あとは OSP のハイピッチャーとかね、メガバスからもね、新しいねスピナーベイト丈夫めなの出るんで、まあ、そこら辺も色によってはスピナーベサイトに向いてるのかな、どうかな、試してみたいななんて思うんですけども、まずはね、川村幸太郎さんがね、公開したスペシャル技なんで、まあそこのね人たちが心血注いでそういう釣りにも効きますよっていうことで作ったであろうこのビーブルはまず間違いないんじゃないかなっていうことでね、で価格も1個1250円ということで、そこまで高いねスピナベではないと思いますので、まあこういう感じで今回ね、本当まあ他の色試してないんで何とも言えないんですけど、何とも言えないんですけども、ビーブル3つ購入してきました。で、あとね、まあちょっと今回そういう感じで、重さの違いとかブレードの違いとか色の違いとかいろいろ試せなかったなぁなんていうのが、感じましたので、スピナベもね、改めてこのスピナベボックス整理してね、こういろいろ入ってるんですけど、メガバスとか、ハイピッチャーとかもね、基本今まではね、赤が大好きなんで、何かというと赤いスピナベを買いがちっていうね。で、あとノリズとかのね、こういうチラシカラーとかね。あとはそうですね、エバーグリーンのやつとかね。まあ、ここら辺お気に入りで使ってるスピナベ軍団なんですけども、今まではなんか色を迷うと春先によく効くなっていう印象の赤を買っていたんですけども、今後はあのスモークカラーを買う頻度もね高くなってくるのかななんていうのをね、今回感じました。まあ、ここら辺にこうやってね、隠しておいて、でこれね専用のねギザギザがついてこう収納がねしやすいんで、あとねスピナベも現場で選びやすいので、まあ、ここら辺の便利なねケースとかも活用して、ちょっとねスピナベサイトさらに練習進めていこうかななんていう風に、考えておりますが、まずはねビーブルね、これとあとは投げやすいリール、それにまあ何回もこうピッチングを繰り返していくような展開になるので、軽量でスピナベ特有の、まあ、張りがあってでコントロールしやすくてっていう、そういうまあお気に入りの差をね皆さん何かあると思うんですけども、自分の場合はまあいろいろ試しては見るんですけども、まあホワイトウルフね、あのバンって食った時に瞬間的にカーンってね、比較的スピナベって針が太めですからね、そういったのも入れやすい、そういう竿でやっております。で前回ね、あのビーブル買ったよって動画上げた時に、あの重さ何グラムなんですかなんていうねコメント、全部の重さで何グラムになるんだろうって、ね、そういえば測ってなかったななんていうのがあるので測っておきたいと思います。これじゃあトレーラーフックはね外して、はい、ビーブルの2分の1は何グラムなんでしょうか。20.6 と表示されてますね。2分の1オンスっていうね表記なんですけども、スピナーベイトってその他のこういろいろな部品とか除いて、大体このヘッド周りの重さで何分の何オンスっていう風に、書いてあるので、こうやって測ってみるとね、およそ 20g ぐらいあるよっていうことで、まあ 20g ぐらいのルアーを快適に投げて快適にフックアップさせるってなると、竿はミディアムヘビーからになってくるんじゃないかな。ヘビーまで行っちゃうとちょっとコントロールがつけづらい場合があるかもしれないので、ミディアムヘビー表記で、まあ長さはねいろいろお好きな長さねいいと思うんですけども、ホワイトウルフなんかはまあ 7.4 フィートだったかな、まあ、7フィートぐらいの竿なんですけども、それでまあ高い打点からもこういろんな角度から長さがある分、バスのこっち通そう、あこれねバスだとして、バスのこっちを通そうかな、こっちを通そうかな、こう通そうかなとかが、竿がちょっと長い分ちょっとね、
いろいろなところから入れやすいっていうことで、竿は7フィート前後がとりあえずはね今回釣れたんで、お気に入りでございました。でリールに関してはメタニウムね、左巻きとかは5月ぐらいまで出ないから、でハイギアも持ってないからちょっとね、自分の手持ちのリールだと、グラビアスの左巻きのハイギアのもの、これが一番ちょっとベストマッチかななんて思ったので、これはもうどちらかっていうと、なんだろう、そういうスピナベサイトっていうよりも投げてこっちで力強く巻くっていう、そういう釣りに使いやすいリールなので、まあこれでやるかもしんないし、現行で持ってる左巻きモデルでさらにやるかもしれないしっていうことでね、まあ何にしてもミエバスを見つけないことにはねなかなか成立しない釣りのようなので、あとはまあその見えなくてもこうやって追ってるってイメージしてやるとよく釣れるよなんていう記事も読んだので、まあ確かにそうだよなっていうのはあるんですけども、とりあえずね、今年は覚えたい釣りの一つね、スピナベサイトの釣りがあるので引き続きね、追いかけていきたいと思います。というわけで、本日の釣りコー TV は、こちらねボトムアップのビーブル1/2、新しく出たモデルのスモーキンシャットですね、これでスピナベサイトを、してみたところ、マグネットバイトしたよ、メタニウムって使いやすかったやつね、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。